涙洗浄混合、涙洗浄混合、涙洗浄混合。2016年7月24日、今日も一日中読みまくりましたね。さすがにこう、なんでしょう、疲れてきた感じがありますけど、そうかと思うとね、やっぱり口が回るようになってきたりとか、あとは声の調子、意外とそういうのって難しいですね。あまり力むと、いい声は出ないですね。ゆっくりめに、静かに読んだ方が、力を抜いて喋った方がいい感じに喋れるなとようやく分かってきました。さて本日は運字儀、昨日からやっておりますところ、結構思ったより苦戦をしておりますが、続きを読んでいきたいと思います。運という文字がですね、あと運、例えば仁王様であるとかね、狛犬があと運、2つの形をしているっていうのは知ってる人は知ってると思いますけどね、そのうちのあではなく運の方ですね。運という文字は何を意味しているのという話が展開されていますけれども、運という文字を、まあ、サンスクリットでいうとフームという字なんですけど、それをカ・ア・ウ・マという4文字に、分けて考えていくというそういうストーリーですね。一応参考までに私の打ち込んだテキストを出しておきます。よいしょ。ただいまはツイキャスト FC2 とネトラジにて配信をしております。よろしくお願いします。はい、それではですね、第2章の3節からです。定本は筑摩書房弘法大師空海全集第2巻小野塚先生、並びに現代語訳は戸賀能松雲先生、それから後説小田次秋先生、それから素読用には中川善教先生の漢和対照実感上、こちらを使ってまいります。第2章の3節は、戸賀能テキストまで終わりましたので、小田テキストを読んでいきたいと思います。ちなみにですね、まあ、1,2,3,4冊の本を並行しながら読んでいく感じで、即身成仏儀なんかの時はもう1冊、5冊ぐらいの本を併用しておりましたね。だんだん分かんなくなってくるので、とりあえずね、最近はしおりというものを使っています。しおりっていうのはこうお気に入りのものを使うと楽しいですね。あと結構飽きちゃうので、お気に入りのものもいいんですけれども、その時その時で使っていったり、あるいはその軽いですしね、ちょっと気の利いたしおりをプレゼントにするのもいいかななんて思っています。博物館とか美術館とか行くの好きなんですけれども、そういうところで結構売ってますよね。しっかりしたいいものも売ってますし、あるいはそのデザイン性のあるようなもの、海外に持って行っても喜ばれそうな、例えば扇の形をしたものとか、そんなものも売ってますね。でも私はあまりお金がないので、美術館等のチラシをねもらってきますでしょ。それをやっぱり捨てずにですね、溜まっていくとちょっとだんだん処分に困るし、意外と綺麗ですしね。なんでそれをいい感じにですね、なんて言うんでしたっけ、切り取ってですね、トリミングをしてね、それでね、しおりにしてます。そのままだとピラピラなので、まあラミネート加工してますけどね、ちょっとした、まあ、気の利いたプレゼントにもなりますので、いいかなと思っています。あとはそうですね、そういう美術のものではなくて、例えばお菓子屋さんのチラシなんかでも結構うまく撮れているようなものだとね、いい感じのチラシができます。ただお腹が空きそうなので、女性にあげたら太りそうとか言われちゃいましたけどね。そんな感じでちょっとした手作りを楽しむのが私の
趣味です、それでは参ります。宇治のじゃあ小田テキストの、359ページからいきます。宇治の実技を、宇治の実技ですね、これを総括して言うと、一切諸法尊厳不可得の義である。このことは金剛彫業釈寺母盆や般若利種釈に明らかである。故に本書はまず概括して諸法尊厳不可得の義をもって宇治の実技とすることを明かし、次にその意義を詳細に説くために上行釈と下寿をもって釈している。上行釈っていうのは、長く行く解釈の釈ですけれども、三分のことです。だらだらと三分で書くことですね。下寿っていうのは、まあ、ポエムです。覚えやすいようなポエムになっています。まず上行釈は、はじめに重心の行僧について尊厳不可得の義を述べる。ここに記した本文はその釈文である。ここ読んだ気がする。ここなんか読んだ気がするんですけど、そうですね、ここ読んだので少し飛ばしていきます。六四下道以下のところかな。六四下道いえども以下は凡夫の中で因縁商法の道理を知らない下道について、まあ、下道っていうのは仏教以外の宗教の人のことですね。仏教のことは内道、内の道というので、仏教以外の、宗教は下道と言います。この下道について別して不尊厳の義を説くのである。釈尊の在世時代に因果の道理を知らない下道が多くいたが、その中でも六支下道はいずれも勢力があり、やっぱりここ読んでないんですかね。まあいいか。ごめんなさい、やっぱり戻りましょう。いかんね。ですね、次に第四、上合釈ははじめに重心の行僧について尊厳不可得の義を述べる。ここに記した本文はその釈文である。その釈ははじめに世間三家重心について述べ、次に第四第五重心について説き、後に第六重心以降の歯科大乗について釈している。その中世間の重心について釈する文は、はじめに総じて凡夫について述べ、後に別して下道について説く。凡夫について述べる文の中で、また次に一心ぽっかいはなおし一個の常住なるがごとく、人種の知恵は例えば三心の本のなるがごとしというは、不尊厳の発体を示した文である。一心ぽっかいと人種知恵は不尊不厳の体、理智二法を示している。理は一味を表し、智は差別を苦有とするから、理を一心ぽっかいとし、一国の例えをもってその常住を示し、智を人種知恵として日月星三神、お日様と月と星の例えをもって本能の義を説き、理智二法ともに常住本能で不尊厳の体であることを明かしている。そしてこのことをさらに鉱山、これなんて読んでしたっけ。やばい。鉱山総代、そうですね、そうですね、鉱山総代と豪華猛火、豪水猛火の比喩をもって説明する。鉱山、高い山が天を侵し、総代が天にそびえても天に尊厳がないように、十号の末に起こる大火災が大地を洗い流し、大火災が、ごめんなさい、大水災ですね、大水災が大地を洗い流し、大火災が広大を焼いても虚空はそう、創薬することがないがごとく、一心ぽっかいは、不尊厳不創薬である。
凡夫はこの理を知らず、無明煩悩によって種々の始末の煩悩を際限もなく起こして生死界に輪廻し、万煩悩を募らせている。無明重地偏在なく我慢の趣味図長なしと説くはこの意である。煩悩は種々あるが、今はしばらく地煩悩の根本無明と我慢との二種を挙げて他を略したのである。また無明重地は紙の壮大の例えにつき、我慢趣味は鉱山の例えにあたっている。このような凡夫の尊厳の層を説くことによって、宇治不尊厳の実技を判見して、一心の虚空は本来常住にして不尊不厳なりと称せられるのである。おっと、タッキーはお休みかな。もうよいしょ、タッキーは明日多分秋葉に行くんでしょう。お疲れ。六死下道といえども、以下は凡夫の中で因縁商法の道理を知らない下道について別して不尊厳の義を説くのである。釈尊の在世時代に因果の道理を知らない下道が多くいたが、その中でも六死下道はいずれも勢力があり多くの信奉者があった。故に諸下道の代表として六死下道を挙げたのである。下道とは仏法以外の道の意味で、釈尊の仏法を内道とし、その他の教団を下道という。六死下道は因果の道理を信ぜず、これをほつむ、すなわち払い除くから、諸法不尊厳の義を悟ることができぬ。しかし彼らが不尊厳の道理を知らぬとて、諸法不尊厳の実我は厳然として損している。故に三密の虚空は本来、観念として損もなく減もなしと釈するのである。六死下道をちょっと簡単に説明をしますね。注釈を読みます。六死下道、釈尊の時代にインドで勢力のあった6人の下道、すなわち仏教以外の道の、論師である。その名は、1にはフランナカショウ、サンスクリットでプールナカッチャーヤパカッチャーパ、ごめんなさい、プーラナカッチャーパ、2に、マカリクシャリシ、サンスクリットマースカリゴッチャーリプトラすごい面白い名前ですね。3にサンジャヤビラテイシ、サンスクリットサンジャイバイラティプトラ。4にアシタシシャキンバラ、サンスクリットアジッタケーチャカンバラ。5にクラクダカセンエン、サンスクリットカクダカーチャーヤナ。6にニケンダニャクダイシ、サンスクリットニグラナ、ニルグランダ、ジニャーティプトラという。これって6人目ってあれじゃないですか、ジャイナ教のいわゆるジーナじゃないですかね。ウブビナヤ出家第1等による夜に六死は共に世の人から敬重せられ、皆神通力があり自在無下であると称したという。その説くところの教義は調和言第17舎門下教、大発涅槃教第19、ウブビナヤ第13、中ユイマキツ教、第3等に述べているが、その説が互いに、作雑不動で判然しがたい。この六種の中に邪妙下道、苦行下道、純世外下道が純世下道等がある。その説は当時一般に行われていた俗的思想信仰で、ウパニシャットの聖統バラモンの思想に対立したものである。何でしょう、例えば中国に諸子百家の時代があったように、中国でもね、こういろいろな思想家がパッとこう出た時代ってあったように、インドでもいろいろな思想がやっぱり出た時代があったっていうことでしょうね。
さてさて、それでは続き読みます。戻りますね。三密国空と一心国空とは実は同一で、神には異密を元とし、一心と説き、今は三三平等の義によって三密と説くのである。書二条等の文は、はじめに正門円覚二条の尊厳の相を説き、次に正しく不尊厳の実義を述べている。二条は人知無承知をもって、人愚無我の理を称し、決心滅知して無余涅槃にいるから、もろもろの二条無我の理不を挙げて心身の最心を切るという。理不、鋭い斧と書きますが、これは地を示し、最心、芝や薪というのは煩悩を意味する。菩提心論に、二条の人は忍衆を発すといえども直し報酬あり、ただし意識を清めてその他を知らず、久々に戒を成じ、決心滅知をもってその涅槃に赴くこと、大国の丹念、情弱なるがごとし、と釈しているが、今の文はこの意を述べたものである。この文は、二条の尊厳の層を示しているが、しかも一心の本法は尊厳の層がないから、次にしかれどもなおし一心の本法はむしろ尊厳あらんにゃ、と釈して無事不尊厳の義を述べたのである。また大乗空間以下の門は、大乗の歯科重心について尊厳不尊厳の義を述べるのであるが、これに小尺と副次尺とがある。小尺はまず初大乗の尊厳の義を説き、次に正しく不尊厳の実義を明かし、また次にあるいは橋以下の、副次尺は変異諸宗得た気象炎上実証の三章について不尊厳の実義を述べるのである。大乗空間の毛が忍法修出の人苦を焼いて、意をあることなしとは、歯科大乗はいずれも忍法と法、忍我と法我とを空じて忍法二宗の枠を除くことを述べた文である。なんかセミがすごいまだうるさく鳴いてるんですけど、夜でもこんな鳴いてるんですね。この門は忍法二我の尊厳を損するも、三密は煩悩とともに重視、煩悩が地下に焼き尽くされても、まあ知恵の火にですね、焼き尽くされても三密は常住無為の発体で尊厳しない。煩悩だけを焼いてくれるわけですが、これですね、火の火符を、火の布を火中に投げて焼けば、布の赤を焼くのみで布は焼けず、厳然として存在しているがごときである。これ宇治の処方不尊厳の実技である。この火の布っていうのは、なんかかぐや姫に出てくるひねずみの皮衣もみたいだなってこう勝手に思ってるんですが、ちょっとここの注釈を見てみましょうか。よいしょ。火の布、漢の武帝、漢の武帝のことかな、漢武内伝、神異教、仙外教等に説くところの火漢符のことで、火の次が漢というのは、山水に幹と書くので火漢符布のことで、中国の遠州の火炎山に住む火光獣の火光獣、火の光の獣の毛を持って作った布である。その毛はネズミの毛に似て、布が汚れた時、火中に入れてその後に水で洗えば赤が除かれて白状の白い清らかな布となると言われている。やっぱりひねずみの皮衣っぽいですね。それでは戻ります。また次に、あるいはハス、変化以下は、また
副磁石で三章の法門について実技を説く、すなわち初めに変化諸宗と得た気象について三元不尊厳の義を説き、後にまた人あって以下に炎上実証について不尊厳の義を明かしている。三章とは有無、化実について一切法の正相を三樹に分類したものである。変化諸宗は常有、常有心があると書きます。理無、理がないと。得た気象は非有、有にあらずと。に義有、有に似ていると。それから炎上実証は妙有、絶えなる有であると。真空、誠の空であると説いて、これを三章六義というが、その創則、即理の不動を論ずるに、正相と宗宗と宗宗と宗宗とその宗をその説をことにす。また真言密宗には変化諸宗の者不者を問題にして祝儀決着宗第12に12、俗祝儀決着宗第3、これなんて読むんだっけね、ソマっていう字、奇変に山と書く、三と読んでおきましょう。三歩陰遁章第14、大書、第三中第六等にこれを論じている。今の門は自称なき変化諸宗を発し、慶雨の得た気象を得して、尊厳の義を説くとも、三密の本性は損なうことなく尊厳なきことを明かしているのである。この変化諸宗とか一応ここ読んでおきます。変化の心労というね、変化っていうのは変化諸宗の略であると。変化諸宗は実証がないから、これを心労、新機労にですかね、例えるということですね。心労というのは、会場にて新機と、新機っていうのは何かっていうと、この新機っていうのはハマグリのこと、ハマグリの、吐く息なんだそうです。あるいはハマグリが夢を見ているとか、なんとか聞いたことがあるんだけど、吐く息としておきましょうか。日光とが永じて仮に現れる老大である。変化諸宗は因縁症の、化祖仮の僧で実体がない。故にこの湯をもって変化諸宗の体湯、全て無であるという義を示すのである。蜃気楼っていうものは海に出るやつですよね。であれはなんかでっかいハマグリが息を吐いているんだというふうに昔の人は考えたようですね。次に得たの現状っていうのは、得た気象の幻の例え、得た気象というのは幻の例えに似ているというわけでしょう。進路、先ほどの進路に対して現状幻の城と。大日経重心本に説く第二項の中の原油であって、仮に現れた原諸城のものを城と言ったのである。妙足章第三にこれを源達馬城とし、源達馬っていうのはそういう生き物がいるらしいんですね。八部衆の一つなのかな。馬の頭をしていて音楽が好きな神様。炭素器上に土木場とするはいずれも良くない。いや、源達馬場、土木場はダメってことですね。戻ります。また人あって以下の門は正門円学二条と発想三論との詩集から絵心して転入する人についての宇治の実技の不尊厳を明かすという説、あるいは第六重心を明かすという説、あるいは第七重心について述べるとする説など古来異議があるが、今は遊会の説により総じて歯科大乗に通じて炎上実証の義を説く件と、義を説くとみて、説明を加える。無為の非心、誠でないものを厭い、無為の理妄を喜ぶとは、無為の化相を民じて、民じるっていうのは滅びるですね。無為の、無為の奥山、今日を超えての、無為ですが、その仮の層、姿を滅ぼして、無為の真理に帰する義であり、無為の真理を炎上実証とし、うろ、むろの因縁症の方を無常の得た方に収め、無為の因縁症の得た方を糸い、
無為常住の真理を願おう。この真理は行念常住の体で古毛ではなく、言葉をもって表すことができない。また心行のところを滅却している。はい、モルタン、はい、コボタン朗読アプリ中毒患者ビール 1.5 リットル飲んでホタテ貝柱食い放題すごいですね、夏っぽいですね、うん、夏はバーベキューっていうのをよく皆さん巷ではやるそうじゃないですか、肉を焼いたり魚介類を焼いたり、私そういうのしたことがないんですよね。一度ぐらいしてみたいような気もしますけど、でもよく考えたら貝をこう生きながら焼くっていうのはちょっと残酷かもしれませんよね。でもまあアサリご飯とかね、普通に今まで食べてましたけどね、うん、恐ろしい。さあ行きます。この真理は行念常住の体で虚妄ではなく、言葉をもって表すことができない。また心行のところを滅却している。故に言語の道を敗戦の門に絶し、心行のところを弱滅の真に滅という。敗戦は言語道断の儀であり、弱滅は不生の涅槃の儀。真は例えであって、この国生死の苦海を渡って涅槃の悲願に至ることを示している。炎上実証についてこのような尊厳の義を見るが、しかも三密の本法は不尊厳であることを示して、この三密の本法において何ぞかえって、何ぞかつて絶言せん。宇治の実技まさにこれを知るべしと述べている、というところでですね、とりあえずまあ、途中ではあるんだけど、先ほど読んだところに追いついた感じですかね。宇治はまだまだ続くのかな。なるべく頑張って進めていきましょう。時間が結構ないですからね。はい、それでは次の、ただ一応赤文字がつきましたので、今のところでちょうど切りのいいところなので一回切りましょうか。ナムダイシ返上混合、ナムダイシ返上混合、ナムダイシ返上混合、オンバイタレイヤーソワカ、また後ほど。ありがとうございます。